レッスンでね。どうも、オリエンタル通信のヒデです。今日はですね、これからタクトとかケンとかリュウタ来るかわかんないんですけど、この3人がうちに遊びに来るんですよ。なのでちょっと3人にドッキリを、あ、2人になっちゃった、3人にドッキリを仕掛けたいと思います。タクトが一番先に来るので、タクトに、結婚したっていうドッキリを仕掛けたいと思います。それだけでちょっとつまんないんで、その相手がルーマニア人で、ルーマニアに俺も行かなきゃいけないと、婿養子にならなきゃいけないっていう体でちょっとドッキリを仕掛けたいと思います。あいつバカだからな、すぐ信じんだろ。ってことで、まあとりあえずタクトにドッキリを仕掛けたいと思います。何でそんな来てすぐ信じんの？好きっしょこれ。お、菜食兼備好きっしょ。菜食兼備、あら、この帽子俺似合ってますよこれ。俺のじゃん。いや、その階段で拾ったんですよ。ファッションが俺と似てきたなと思ったら俺のじゃん。いや、あ、座れや。え、もう飲むんすか？早いじゃないですか。あの、ちょっと理事会じゃないですか。ちょっとね、なんすか、なんすか、話があって。なんすか、なんすか。いや、動画なんかカメラセットされてるし、カメラセットされとるし、なんかカメラセットされとるし、謝って、すいませんでしたなんかすいませんでしたはい、さっきの位置だとちょっとバレてしまうんで、この洋服棚に隠して、まあドッキリの内容はさっきと同じで、ルーマニア人の奥さんができて、俺がルーマニアに行かなきゃいけない突然すぎるよね出た、冷蔵庫にビールあるよ。9時に一回ちょっと、うん、なるほど、ちょっと時間が上がり、あ、アルコール3品ですか。うん、あ、違う、あっちですか。え、あ、こっちより先あっちですか。どっち？どっち？あっちっすよ。どっち？いや、あっちっすよ。どっち？まあ、こっち、いや、こっちあとでですね。その後で。うん。リュウ君、まだ来ないですか？リュウタ、飲み会入ったから分かんない。来るか。飲み会入ったとか。ダボスティスか。お疲れ。いただきます。実は俺結婚するわ。はい、良かったじゃないですかもう騙されないですよなんでもう騙されないよ。騙したことないじゃん。見えちゃったカメラ見つけちゃってどうすいませんでした。もう一回謝ってすいませんでした、見つけてしまって